今回はですね、バランツの CD5005 の CD の音飛び修理を行っていきます。で、症状の方なんですけど、一応 CD は読み込みますね。まあ音飛びの修理なんで、結構読み込みにも時間かかってるんで、これもピックアップの劣化ですね。そろそろ限界だと思います。再生始まるのもだいぶ遅いですね。そう、あの電動ドライバーを買ったんですよ。あのオーディオファンさんっていう、まあ、概要欄に貼っとくんですけど、チャンネルで動画で、まあ、僕と同じようにオーディオ機器の修理とかやられてる方のチャンネルなんですけど、そのコメントでこれおすすめだよって教えていただいて購入しました。まあ、3500円ぐらいですね。セールだったんでちょっと安かったんですけど、まあ、これ使いやすいですね。なんか電動のドライバーなんかネジが舐めちゃうイメージがあって、あんまり使いたくないですね。まあでも、あと、こう自分喋りながら修理してるんで、こう、音が大きくて、なんか、これ使ってると喋れないんですよね。あまり動画内では出てこないんですけど、ちょこちょこ使ってます。動画撮ってない時に。ここを取るの忘れてました。これ取らないと外れないんで、交換用のピックアップですね。必要なものは概要欄の方にリンクを貼っておきますので、必要な方は参考にしていただけると幸いです。まあでもこのチャンネルはもう何度も もうこの SFP101N を使ってるんで、やることは同じですけどね。よいしょ。時々動画でも言うんですけど、なんかここの高さがおかしかったり、あとはここが割れてたりとか、
初期不良があったりするんで、使う前に必ず、外観に問題がないか、確認した方がいいですね。まあ、あと、ここの歯車が欠けてないかとか、ちゃんと動くかどうか、確認してから使ってください。これ、ショートランド処理、取っていきます。ここの、見えるかな？見えてるかな？ここですね。ここ、このハンダを取ります。ここの可動部ですね。ここの、これも見えるかな？ここの、まあ、金属の棒と、あとここのスライドするとこ、あと歯車のとこですね。グリス塗っていきます。これ塗らないと、音飛びの原因になるんで、なるべく塗るようにしてください。まあ、塗らなくても一応、この新品でも、ここになんか一応、気持ちついてるんですよ、これ。グリスっぽいのが。でもこれだと、なんか、足りないんで、これはシリコングリスですね。塗布していきます。ちょっと塗りすぎたな。で、取り付けるときですね、このキャップ、まあ、よく外し忘れるんで、必ず外してください。これ外さないと、絶対読み込まないんで、僕はもう何回もこのキャップをつけたまま取り付けてます。で、まあ、取り付けていくんですけど、バネが、これ2タイプあるんですね。金色のやつと、銀色のやつがあるんで、金色のバネが太いんですね。で、こっちのバネが、このモーター側、重い方につけていきます。これがこっち。こっち。これ間違えると、CD が擦ったりして、音、なんか、異音の原因になるんで、これ間違えないようにしてください。まあ、あとは、まあ、細かく言うと、この置いた時に、このゴムの枠の外にバネが出てるとかっていうのも、音飛びの原因になったりするんで、これしっかりつけないとダメですね。
組み立てが終わったんで動作チェックしていきます。マジでこれ付け方なんかまともに付け方説明したことないなと思って、ここの爪をこの隙間に入れたら入ります。読み込む時間がだいぶ短くなりましたね。これが本来なんで、ディスク入れてすぐ読み込まないとか、トレー開閉ボタンを押してもすぐトレーが出てこないっていうのは、ピックアップの劣化が原因なんで、そういう症状、音飛び、トレー読み込みが遅い、あと読み込まないっていう症状は、ピックアップを交換すれば、修理することができます。でもピックアップはもう消耗品なんで、しょうがないですけどね。劣化したら交換、劣化したら交換ってやっていくものだと僕は思ってます。本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。